それでその子に忍者であることがバレてしまったと。どういうこと？忍び装束のデザインがちょっと変わっていてですね。すみません、私ったら興奮しちゃって。区内の練習をしていました。さっき受け取ったばかりなんです。手裏剣もあったのですけど、まずはこちらから練習してみようかと。区内って難しいですね。なかなか上手に投げられなくて、気がついたら日が暮れていました。でもそのおかげで忍者のジン君に会えたので、今日はとってもラッキーです。空から颯爽と現れて、あんなにかっこよく区内を弾けるなんて忍者以外にいませんよ。安心してください、私忍者の事情は心得ています。きっと何か重要なお仕事の最中なんですよね。ジン君の邪魔はしませんから。もちろんジン君が忍者だということは誰にも言いませんよ。秘密にします。それとも正体を知られたからには死んでもらう、そういう感じでしょうか。よかった、夢だった忍者に会えた瞬間に死んでしまうなんて切なすぎますから。
わかります。秘密を守るのも忍者の大事な役目ですからね。うんうん。もちろんです。先ほども言いましたけど、忍者の事情は理解していますので。あ、待ってください。秘密にしておく代わりにというわけじゃないんですけど、一つお願いを聞いてもらえませんか？私を仁君の弟子にしてください。ということはもうバレてしまっているんでしょ。だとしたらなおさら彼女に付き合ってあげるべきじゃないかしら。下手に突き放してしまうより彼女の近くにいた方がこれ以上の情報漏洩を避けることができるでしょ。あなたとの信頼関係もそれなりにあるみたいだし、何よりその子は私たち忍者に対してとても理解があるみたいだから。それとも大事を取ってあなたを撤退させた方がいいかしら。だったらこれもいい機会だし、この状況で任務を遂行しなさい。彼女をうまくやり過ごしつつ、コウモリの情報を集めるの。そうすれば、あなたの精神的な未熟さも鍛えられるでしょうし、一石二鳥でしょ。できないのなら残念だけど撤退命令を出すしかないわね。どうする？よろしい。何かあったら逐一報告すること。ついでというわけじゃないけど、他に引き込みたい人間がいるのなら聞かせて。必要ならこちらから人員を派遣してもいいし、あなた自身が声をかけても構わないわ。ただその場合は細心の注意を払うこと。相手に与える情報の取捨選択を間違わないように。サーバデータを入手するためにはセキュリティを抜ける必要があると。
なら上級院側に協力者を作るのが一番でしょうね。誰か心当たりはない？なるほど、分かったわ。その件については考えておくわ。それじゃ、また何かあったら報告して。その子、カノンちゃんだっけ？弟子にするのならちゃんと面倒を見てあげなさいよ。闇討ちでしょうか。期待には応えるべきではありませんか。それよりももっと忍者っぽく返してあげた方が喜ぶと思いますよ。AR であなたを再現してみました。着せ替えアプリの応用ですね。と言ってもそこまで複雑なことはできません。現状ではせいぜい歩くのが限度です。あれくらいの忍術は朝飯前なんですね。なるほど、 AR 忍術ですか。さすが師匠、最新技術もすでに忍術に取り入れちゃうなんてすごいです。でも私は弟子になるわけですし、そうなればジン君は忍者の師匠ですから。それともやっぱり私には忍者を教えていただけないのでしょうか。目立たず密かに行動する、それも忍者にとって大事なことでした。
違いますよ。今日は騎士団の定例試合ですから、みんな闘技場や食堂とかいろんなところで観戦準備をしてるんです。そうですね、今度こそ見逃さないように私たちも闘技場へ行きましょう。定例試合はその名の通り定期的に行われる騎士団を中心にした桐花学園特有のイベントです。騎士団の皆さんが磨き上げた剣技を披露する場ですね。場所は闘技場で行われていて、撮影した映像はインターネットを通じてリアルタイムで世界に配信されているんです。内容としてはくじで選ばれた団員の方たちがデュエルを行って実力を示すって感じですね。そうですね、実力者同士のデュエルはかなり見応えがありますよ。人気がありますから、定例試合や検討祭となると外部の方向けに毎回チケットが販売されるんです。一応私たちも申し込めるんですけど、学生は食堂や特別教室なんかで中継が見られるようになっていますから。通常の授業はありませんよ。昨日ホームルームで先生がおっしゃっていませんでしたか？先生が言いそびれていたのかもしれませんね。私たち学生にとって定例試合の時に授業がお休みになるのはいつものことなので。心配いりません。私が席を持っていますので。正確に言うと私の父の名義ですけど。普通科のカノン・メイフィールドです。父が持っている席を利用したいのですけど。私と彼の2名です。気にしないでください。父が年間を通して購入している席なので。遊園地なんかにある年間パスポートみたいなものです。騎士団が発行しているもので、購入すれば特別な席をいつでも利用できるんです。結構人気があるらしくて、父も席を取るのに苦労したと言っていました。と言っても
実際に父が利用したのは数える程度しかありませんけど。大丈夫ですよ。父からはお友達と自由に使いなさいと言われていますから。特別席はあのあたりですね。されました？ここですね。了解。録音開始します。皆様、本日は桐花学園騎士団定例試合にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。鍛え抜かれた団員たちの剣技と、上級員からご提供いただいた最新技術。どちらも、当学園唯一のものです。まずは皆さんを戦いの舞台へとお連れいたします。私も初めて見たときはびっくりしました。
場も整ったところで、我が騎士団の面々に登場していただきましょう。騎士団による定例試合を行います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。定例試合はデュエルと同じルールで行われるんですよ。基本的には相手の獲物を落とすか負けを認めさせたら勝ちになります。というか、そもそも勝敗よりもいかにシュバリエらしく戦うかというところが重要になってくるみたいです。正々堂々戦うことはもちろん、勝利にも気品が求められるんですよ。そうですね、獲物を突きつけて相手を傷つけることなく負けを認めさせることが最上の勝ち方とされているくらいですから。と言ってもそういった形で決着がつくのはよほど実力差がある場合でしょうけど。そういう感じなので、潔く負けを認めるのもある種誇り高い行為として好意的に受け止められるんです。その通りです。大体騎士団 OB の方や先日のデュエルの時のように団長さんが務めることが多いですね。二人とも準備はいいかな？それじゃあ名乗りを上げようか。定例試合とはいえ、これはデュエルである。その名乗りに恥じぬよう正々堂々戦い、自身の騎士道を示せ。いざ勝負。デュエルをするなら武器はやっぱり刀でしょうか。ジン君の刀さばきぜひ見てみたいです。
です。木の葉ちゃん、頑張ってください。扇さん、逃げ回ってばかりでは勝負にならないよ。勝負あり。ああ、また負けちゃった。続いて、午前中最後のデュエルを行います。普通科2年、バイスの二つ名を持つシュバリエ、白金神楽。うん、対するは、同じくシュバリエ、国際教養科2年、アルフレッド・ガードナー。バイス、君と戦えるこの日を俺は心待ちにしていた。今日こそこれまでの雪辱を果たさせてもらう。俺のシュバリエとしての誇り、そして正義をかけて。あなたに事情があるように、私にも負けられない理由はある。この場では言葉よりも剣が多くを語り、そして証明する。違う？その通りだ。ならば存分に語り合おうじゃないか。二人とも気合十分だね。では名乗りを。普通科2年、シュバリエ、白金神楽。国際教養科2年、シュバリエ、アルフレッド・ガードナー。騎士としての誇りをその剣に乗せ、己の騎士道を示せ。いざ勝負。はっ。誘い込まれてしまったか。あなたの傲慢さが招いた結果ね。
何を言う。俺の剣はこの程度では破れたりはしない。力で強引に、そういうところが傲慢だと言っているの。傲慢？違うな。俺は俺の力を信じている。ただそれだけだ。やはり力押しだけでは君の守りを切り崩せないようだな。初めて対戦した時もそうだった。迂闊に攻め入れば手痛いしっぺ返しを食らう。揺るぎないその冷静な剣は一体どのようにして作り上げられてきたのか。私の剣にどんな意味や価値があるのかなんて興味ない。ただ私は負けられないだけ。勝って結果を得なければ意味がないから。その貪欲さが君の強さというわけか。昇竜の渇望なら俺だって負けてはいない。このまま力押して押しつぶすつもり？単純だが効果的だろう。鍛えているのは君だけじゃないんだ。何？逃しはしない！まだだ！
参りました。勝負あり！勝者、シュバリエ、白金神楽！また、俺の負けか。立てる？ああ。今日こそはと、意気込んでいたんだがな。あのまま押し切られてたら私も危なかった。やめてくれ。敗北は敗北だ。それ以外にはない。そうね。やったー！やりましたよ！神楽さんの勝利です！私なんて途中からずっと息が止まっちゃって、あまりの緊張感に倒れてしまうかと思いました。はい、神楽さんもすごいですけど、お相手のアルフレッドさんもすごいです。どうしてここに？カナンと一緒じゃないの？ええ、ここはいつも静かだから。騒いだりしないのなら別に構わないよ。ありがとう。でも戦いなんて時の運だから、私より強い人はいくらでもいるし、さっきのデュエルも相手に攻めさせすぎているし、もっとスマートに反撃もできたはず。反省点を挙げればキリがないよ。まだまだだよ。私はもっと強くならなきゃいけないから。え？あ、そうね。いつもというわけじゃないけど、余裕があるときは作るようにしてる。だけど、
別に深い意味があるわけじゃないの。意外。そうよね、私にこういう可愛らしいキャラ弁は似合わないから。ありがとう。そう言ってもらえるとちょっとだけ気持ちが楽になるよ。こう見えて料理だけじゃなく家事全般は得意なんだ。子供の頃から自分のことは自分でやるようにってしつけられてたから。そうだね、うん、そうかもしれない。うちはちょっと普通の家庭とは少し違うから。独力で立ち家を背負える人間になれっていうのが両親の口癖なんだ。私はその期待に応えなきゃいけないの。そんな大げさなものじゃないよ。私はただやらなきゃいけないことをやっているだけだから。いきなり話題を変えたね。いや、別にいいんだけどさ、これ知らない？最近人気のキャラなんだけど、ゆるい感じが可愛くて。そうだよ、他にもクマとかもいてね、見てるだけで癒されるんだ。表情とか何考えてるのか分かんない感じなんだけど、それがまたいいっていうか。もうそこにいてくれるだけで癒される不思議な雰囲気があるのよ。やっぱり限定のぬいぐるみ買っちゃおうかな。いや、そのごめん、ちょっと喋りすぎた。これじゃ私もカノンのこと言えないな。かもしれないけど、私はカノンほど自分を前に出せないから。できればこのことはみんなには秘密にしておいてもらえると助かるかな。私が恥ずかしいの？午前中と同じようにいくつかデュエルをして団長が閉会宣言して終わりだよ。
別な予定がなかったら団員席で終わるまで見学かな。まあ一応私たち騎士団のイベントだからね。会場に騎士団がいないんじゃ示しがつかないんじゃないかな。どうしたの？あれは？デュエルで彼女には近づかないと約束したはずなのに。彼女は以前からあのシュバリエに強引に迫られていたの。困った彼女は私に事情を話してデュエルの代理人を申し込んできた。シュバリエ同士のデュエルで私が勝てば彼女に近づくことを禁止できるから。デュエルでの決着はシュバリエである限り絶対に破ってはならないことなの。破った本人だけでなく騎士団全体の規律の乱れにつながるから。それなのに。見失った。一体どこへ。それはできない。まだ定例試合は終わっていないもの。何より私は彼女の代理人としてあのシュバリエに約束を守らせる責任がある。彼女の身に何かあったら私は。聞いてみよう。このコーナーはお話に出てくるキーワードを仙台学園都市のマスコットであり皆さんの生活をサポートするバーチャル AI の私あなたと。あの人のデバイスに常駐しています。高性能 AI の私ももかが解説するコーナーです。早速今回解説してもらうテーマの発表です。今回のテーマは仙台学園都市のあれこれです。仙台学園都市の一番の特徴として AR などの技術が街全体に施されていることが挙げられます。 AR である私のこの姿も街の至るところに設置されている機器のおかげでこれほど精密に表現できているわけです。髪の毛の質感とか柔らかそうなほっぺとか AR とは思えないほどリアルですもんね。実際に手を伸ばしていただけるとわかりますが当然 AR なので触れることはできません。また着用を義務付けられているメガネやコンタクトレンズ等のデバイスを外すと姿は見えなくなります。前まではカメラで撮影した映像に AR を表示させるとか大きな双眼鏡みたいなのを装着しないと見られなかったんでしたっけ。そうですね。そう考えるとデバイスはかなり進化したと言えるでしょう。ただ現在のところも
デバイスを通さなければ表示できないので、そこは変わっていないのかもしれません。でもでも、そう遠くない未来にデバイスなんてなくてもアナとヤモモカちゃんに会えるんですよね。そうですね。そのために上級院では才能のある方々が日々研究開発に勤しんでいます。実際仙台学園都市に設置されている機器は将来的にそうなることを目指してアップデートを繰り返しているようですよ。さて AR 関連についてはこれくらいにして、続いてカード型デバイスとアプリについてお話ししましょう。仙台学園都市に滞在する人は先ほどの視覚用デバイスと一緒にカード型のタブレットが無償で配布されます。私も持ってますよ。薄くて軽くて、それでいて最新のスマホくらいの機能があるからみんな重宝しています。いろんなアプリも入ってるし、中でも着せ替えアプリが一番のお気に入りです。こんなのただで使わせてもらっていいのかなって思っちゃうくらい高性能なんですよ。もちろん無償配布には理由があります。え？カード型デバイスはスマートフォンの代わりだけでなく使用者のデータ収集機能があります。 GPS による行動記録、ボレットの使用履歴、AR 広告の選別結果やアプリの使用頻度など。それじゃあ私が寄り道してミックスジュースを買いに行ったこととか分かっちゃうんですか？データを解析すればそれも可能でしょうね。ただそれには相応の技術を持った者が時間をかけないと難しいでしょう。まあ当たりがついている場合はいくらか時間の短縮ができるでしょうが、難しいことには変わりありません。これらのデータは上級院の研究所に設置されているサーバで管理され、今後の研究に利用されています。でもそれを聞いちゃうとなんだかちょっと怖いですね。データを悪用されたりとか。安心してください。最先端の技術を要する上級院ですから、セキュリティも万全ですよ。なるほど、それもそうですね。はい。まあそういうわけで、デバイスや最新技術を提供する代わりに様々な情報を上級院で利用させてもらっているというわけです。美味しい話にはそれなりに裏があるということですね。カノンさんも気をつけてください。え？あ、はい、わかりました。ということでお時間です。次回またお会いしましょう。え？あ、以上、AI さんに聞いてみようのコーナーでした。